試合参加しまして、両選手及びレフリーに、横浜ゴム、日鉄三市、太平洋金属、岡崎工業、大塚グループより、花束の贈呈でございます。いよいよこれから NWA のタイトルマッチが行われるわけでありますが、試合に先立ちまして、この放送のスポンサー、横浜ゴム、日鉄サッシ、太平洋金属、岡崎工業、大塚グループより花束の贈呈がございました。続きまして、チャンピオンベルトの返還でございます。遠来のお客様と申しますか、 NWA の会長でございますサム・マソニックさんに、今三千と輝きます、素晴らしい、これはベルトですね、チャンピオンベルトですね、参加の各国の、国旗がついている、まさに世界チャンピオンの象徴として輝くベルトと言っていいでしょうね。もちろん日本も入っております、日の丸も入っておりました。今サム・マソニック会長に今チャンピオンベルトが返還されまして、果たしてこの後、この試合の後、あのチャンピオンベルトを腰に巻くのはジャック・ブリスコであろうか、ジャンボ・ツルタであろうか。 NWA 世界ヘビー級タイトルマッチ、60分3本勝負、赤コーナー挑戦者、265パウンド、ジャンボ・ツルタ。ブリスコが迎える最も若い挑戦者、日本の若武者、ジャンボ・ツルタ。赤コーナー NWA ヘビー級チャンピオン、255パウンド、すでに日本にやってまいりまして、ババ・レイス、ブリーファンク・ジュニア、デストロイヤーと4連続防衛を果たしましたジャック・ブリスコであります。さあ山田さん、簡単にまずですね、試合前の見どころ、予想をちょっとお願いいたしましょう。はい、まあ相手はね、なんといっても NWA の現役の世界ヘビー級チャンピオンですから、まあ若い鶴田君と比べた場合、そこに力の差があることは認めなくちゃならないでしょうけれども、逆に鶴田君の若さの爆発力を持って無欲で突進すれば、あるいはとんだハプニングが起こるかもしれない。むしろ僕は何としても勝ってほしいですね。がっちりと組み合いました。若い鶴田がラッシュをいたしますか。スタンディングポジションからヘッドロックに持っていったチャンピオン、それを跳ね飛ばした。このところ非常に鋭い切れ味を見せております鶴田の脇投げでありますが、巻き投げでまず左腕を抑えました。動きの速い両者の一戦であります。絞り上げる鶴田、これを強引に持っていったが手は離さない。まあ、この NWA チャンピオンシリーズもいよいよ今日で最終戦ということで、トリプルメインイベントということでありますけれども、 NWA そしてこの後の PWF ダブルタイトルマッチが行われるという両国の日大行動、たくさん入りましたね、お客さんが。そうですね、これはもう3階までびっしりですから、もう軽く1万超えてるでしょうね。途中発表で1万500人ですから、おそらく1万2000人ぐらいは行ってるかもしれませんね。すさまじいね、はい、熱気が感じられますね。そうですね、あっと素晴らしい、この鶴田のキック力、左腕を取られました。どういう風にして返そうかといったような思惑が表情に伺われます、ジャック・ブリスコ。しかし今の巻き投げはなかなかスピーディーでいいですね、はい、相手のですね、チャンピオンのジャック・ブリスコが大変この技を得意にしている。普通の選手だったらちょっとと相手のことを考えて萎縮してしまうんですが、鶴田君の場合はもうそういったことまるで頓着なしに思い切ってかけてますね。なんとか外そうとしております。右腕をハズにかけましたけれども、しかし外れません。
今度は左腕、これを逆側から攻めました鶴田であります。左の脇腹あたりがあった、早くもスープレックスの体勢に入った。腰を低く落としたブリスコ、とっさに身の危険を感じたか。今の攻め技を見ておりますと非常に入り方が良かったですね。意表をついたというような感じがいたしましたけども、相手のですね、はい、ジャック・ブリスコという人が非常に変わり身の早い人ですから、ほんのちょっとしたスキーを狙わないとああいった大技はかかりませんね。なるほど、まあ、それと逆なことを言えばジャック・ブリスコもどこで大技出してくるか分かりませんよ。そうですね、返しの大技を持っておりますジャック・ブリスコであります。力比べになりました。リングの中央、ジャック・ブリスコ、 NWA 世界ヘビー級認定チャンピオンです。鶴田力で勝りましたか。左腕を再びハンマーに決めました。リストロックであります。と口からちょっと血を出しましたね。そうですね、はい、まあ おそらくぶつかった際の、切れた怪我でしょうから大したことはありませんね。はい、鶴田がショルダーアタックを見せる。これをサウスポーサイドで決めたけど、おっと鶴田がよく返した。この辺りは鶴田一日一日成長しているというような感がありますね。非常にね、粘っこいファイトができるようになりましたね。今の技なんかはね、返しを取るのがね、非常に体のバランス難しいんですが、それを実に巧妙にやってますね。まあ、粘っこいファイトと言いますと、このチャンピオンの方も非常に粘着力のあるファイトを見せますからね。そうです、そうです、はい、この人はそういったタイプの典型的な選手ですね。しかもこの人のリズムってのはちょっと変わってましてね、はい、非常に変則的で素晴らしいスピードで攻めたかと思うとちょっとワンテンポ遅らせてですね、そういったところが相手にとってやりにくいところなんですよ。なるほど、5分経過、力が入ります。鶴田左腕をしごき、ショルダーアタック、これも強烈になってまいりました。あっと後ろから行った、危ない、鶴田、鶴田危ない、鶴田ピンチ、やっとよく強靭な腰のバネでこの跳ねのけました。非常にいい体勢で逆さ抑え込みかと思われましたけれども、今のはちょっとタイミングから言ったら完全にフォールだったですがね。そうですね、あれを跳ね返す足の力ってのはやはり波じゃないですね。持ち上げます。このところ力も非常についてまいりました鶴田。レスリングが非常に大胆になってまいりましたね鶴田選手は。そうですね、しかもね、はい、この強敵に対して1本目からこういうふうに思い切った積極殺に出るというのがですね、いかにも若々しい鶴田君の作戦だと思いますね。おそらく今日の鶴田君ね、スタミナの配分といったような心配は全く考えずにもう全身でぶつかってるような気がしますね。そうですか、まあ、ジャック・ブリスコの方もスタミナという点では、まあ、タフさが一つの売り物にもなっておりますからね。そうです、そうです、はい、この人はなかなかハンサムでね、はい、その美男チャンピオンなんですが、その顔に似合わずしぶといですからね、うん、上から抑え込みます鶴田がブリッジで、そしてこの腰のバネ、全身がバネ、まさにアニマルといったような感じがいたします。ジャンボ鶴田、返した返した、体を預けるブリスコ、あっとブリスコが初めてこの試合反則を見せました。
髪の毛を使いまして、ブリスコも反則攻撃で自らの体勢を有利にしております。まあ、ブリスコとしては珍しいですね。おそらくスタート間際にぶつかって口を切ったりですね、そういったアクシデントがあったんで、多少気持ちに焦りがあるのかもしれませんね。スリーパーホールド。力の入るグランド技がついております。非常に鋭い表情をしておりますジャック・ブリスコ。腰のバネは鶴田の方が強靭のようであります。ぶつかった瞬間でありましょうか、唇をどうやら切ったようでありますジャック・ブリスコ。今度はブリスコがブリッジ、鶴田が左腕を完全に抑え込みました。体重を乗せる鶴田、腕を攻めるですね、アームロックという技は鶴田君の師匠のジャイアント馬場がとても上手な攻め方をするんですが、はい、やはり鶴田君かなり見習ってる点があるようですね。ああそうですか、はい、ボディースラムでかろうじてこのピンチを逃れました。鶴田は明らかに左腕を狙っております。まあ、ジャック・ブリスコはサウスポー左利きですから、この左腕を狙うというのは非常にいいことですね。そうです、はい、しかもねこういった痛め技でどんどんやってですね、少しスタミナを奪っておきたい作戦でしょうね。なるほど、後ろから抱え込んでのフェイスロック、チンロック気味のフェイスロックに持っていった。あった、この辺りがブリスコの変わり身の早いところ。今のはうまいですね。全くですねオーバーアクションなしに、ほんの体をちょっとずらしただけでもスライディングレッグシーザーズに入ってましたね。そうですね、はいはい、大腿部の裏側であります。ニードロップを落とす、デスロック地獄攻めの体勢でやりますが、空いております方の左手でなんとかこのデスロックを外したいジャンボ鶴田。いやこの辺りはさすがに粘りのある攻撃を信条としておりますジャック・ブリスコ。攻撃をしておりますときに相手の体にぴったりと自分の体を寄せますねこの人は。 そ、はい、それがねやはりコツですね。しかも自分の体重をかけてなおかつ自分の体を密着させるというのは相手に攻撃反撃をされないようなディフェンス面をよく考えてますね。なるほど、昨年ハリーレースを破ってチャンピオンになって以来5ヶ月間にわたってこの世界の最高峰であります NWA 世界ヘビー級タイトルを死守してまいりましたジャック・ブリスコであります。今年の幕開けはまさに熾烈なオープニングでありました。しかしその激烈な戦いもいずれもジャイアント馬場、ハリーレース、ドリーファンクジュニア、ザ・デストロイヤーといった強行を次々と4連続防衛を果たしている。あっと鶴田が逆さ抑え込みに行った。ボディースラムからそのまんまホールの体勢だけれどもこれはちょっと早い。しかしブリスコが明らかに動きが鈍っていることは言えます。若い力が爆発いたします。ジャンボ鶴田エルボートラップ喉元あたりに炸裂した。さあそのまんまホールの体勢に決まるか。ダメだ、カウント2で跳ねのけております。なんとか1本取りたい、空を切りました。
さあブリスコが抱え上げた、あっと逆シュミットリューバックブリーカーからそのまま抑え込んだ、これは決まった決まった、いい角度でちょうど腰骨のあたりでありましょうか、一瞬疲れますと息が止まるといったあのあたりをしたたか打たれました、いい角度で入りましてそのまま抑え込みましたジャック・ブリスコ、ピンチからチャンスを迎え見事な逆転で1本目を取りましたジャック・ブリスコであります。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は両国日大講堂より全国30局をネットしてカラー中継でお送りしております。母校中央大学の応援団が今日はこの両国の日大講堂にやってまいりました。盛んに先輩の鶴田のファイトに声援を送っております。1本目はチャンピオンが見事にリバースワンハンドバックブリーカーによりまして鶴田を抑え込んでおります。まあ、1本目は山田さん振り返りますと一瞬の今日疲れた、はい、鶴田としてはもうまさにチャンスを迎えたわけでありましたけれどもね。そうですね、あのチャンスを生かしてね鶴田君が思い切ってですね連続攻撃をかけたのはその根性は変えるんですけれどもややはり焦りが見られた。そしてジャック・ブリスコとしてはですねチャンスを待っていたわけではなくて自分でチャンスをもぎ取りましたね。あそこがやはりチャンピオンの底力と言っていいでしょうね。なるほど。そしてまた抑え込み方もうまかったですね。あのしっかりと体を相手の胸板につけまして、そうですね、体重をうまく乗せましてね、はい、なんとか鶴田が腰の強靭なバネを利して跳ねのけようというところでありましたけれども、足もちょうど付け根のあたりから鶴田の足を逆エビの体勢で押さえております。そうです、あのまさに万全な体固めというところでしょうかね、はい、バックブリーカーでもあの腰骨をかなり思い切って強打させたので鶴田君おそらく足がしびれていたんでしょうね。そういった一瞬のおそらくしびれそういったようなものも計算に入れているんでしょう。もちろんそうですね、はい、ヘッドロックを逆に返した、あっと相手の膝を取ってこの膝を自らの足に叩きつけました。さあジャック・ブリスコピンチです、ピンチです、ブリスコがピンチ。今のは山田さんブリスコが4の字固めに行く、いわばフロントプレートしてよく使うんですけどもね、そうなんですね、はい、それを鶴田がやりました。さあ若いレフェリーが爆発いたします。鶴田、鶴田ハーフデッドロックの体勢に入った。このままブリッジの体勢でブリスコの利き足であります左足を完全に痛めつけます。地獄攻め、これはいい作戦ですね。そうですね、あのというのはね1本目先行しているブリスコとしては、はい、2本目に思い切って自分の18番である4の字足固めを狙ってくる可能性が十分あるわけです。なるほど、それを防ぐ意味でね思い切って足攻めに行った方がいいですね。はい、お客さんの反応にこうするかのように鶴田が完全にブリスコの得意技でありますその足技をも止めようといういわば攻撃は最大の防御と言いますけれども、これはいいですね、もっともっとね、はい、足をねあの体をひねっていった方がいいですね。今日のこの日のためにスタミナは十分に温存してありますジャンボ鶴田であります。コーホールドをかろうじて受けた、あっと鶴田が場外に転落いたしました。あ、今ねちょっとステップオーバーした時に、はい、不用意に力を緩めたんでしょうね、片足でキックされましたね。そういったところを見逃しません NWA 世界ヘビー級チャンピオンのジャック・ブリスコであります。エルボースマッシュ、エプロンの鶴田にエルボースマッシュ、あっと鶴田が出た、あっとロープ越しから打った、決まったか、あっとなんだ、惜しい惜しい、スライディングレッグシダースに持っていく、
再び左足への攻撃であります。今のはすごいですよ、ローリングクラッチホールド、惜しかったですね。惜しかったですね、はい、ものちょっとね、ジャンプ力がねちょっとオーバーすぎるぐらい飛びましたがね、そしてその後に見せた鶴田君の攻撃ね、アームホイップと見せかけたんですが、あれはフェイントですね。それで本命はレッグシザーズですね。ちょっとこんな攻撃は初めて見ましたね。初めて見せましたね、はい。何か今日のこのジャック・ブリスコとのファイトを見ておりますと、もっと私は緊張するんじゃないかと思ってたんですけれども、非常に堂々たるファイトをしておりますね。あんなねフェイントをかけてね本命の技に行くなんてのはこんなに余裕があるとはちょっと予想はできなかったですね。まあ、おそらくあの音体からのですね、はい、いろいろな指示が、あるいは鶴田選手のその気持ちの上でこう余裕を与えているのかもしれませんけれども、そうですね、はい、試合前の控え室ではジャイアント馬場選手、昇格のジャイアント馬場選手の言うことに一つ一つうなずいておりましたジャンボ鶴田であります。さあこれを逆に返しましたブリスコ。この辺りがブリスコの非常にしつこい攻め技、両者ともに足が入り乱れました。お互いにこのままの体勢ではファイトが続行できないということでありましょうか。レフリーのマードックが公正に届きます。さあしかしブリスコの動きが完全に鶴田の左足集中攻撃によりまして止まりました。左膝をつくブリスコ、さあこれを攻める鶴田、鶴田が攻めたい、この辺り攻めたいですね。そうですね、一本を取られているだけに、さあ鶴田としてはガンガン若いエネルギー、若いパワーを集中攻撃連続攻撃で見せてもらいたいものであります。この辺りですジャック・ブリスコ、これまでのあのブリスコですとね、負けん気みたいなものでなんとかこのピンチを逃れようと自分でも攻撃を仕掛けるんですけども、チャンピオンになってからやっぱ一つのテクニックでしょうね。そうですね、鶴田のリズムを狂わせます、はいはい。逆エムの体勢だ、逆エムの体勢、この技はいい。左膝を痛めているブリスコ、鶴田が逆エムの体勢に持っていく、入った、逆エムの体勢に入った、入った。さあどうか、ロープに近い、ロープに近い、懸命にロープに腕を伸ばした、頭も出ております。これはブレイク、しかし鶴田は完全に優位に立っております。1本目はジャック・ブリスコに取られておりますけれども、2本目に入りまして鶴田が優位に立っております。テキサス流ブロックバックブリーカーに持っていく、テキサスのアマリロでグリーンズジュニアにレスリングの手ほどきを受けましたジャンボ鶴田であります。あっとエルボースなしが強烈、そのドリーファンクジュニアもこのジャック・ブリスコは破っているわけですからね。そうですね、さあスープレックスの体勢に入った、持っていく、対空時間はどうか、さあ後頭部をしたたか打っている、さあ鶴田がもう一発持ってった、もう一発持ってった、あーっと鶴田独特のスープレックス、それがダメ、決まったか、決まった、鶴田1本取った、やりましたね、 NWA のチャンピオンから1本取りました鶴田、1対1のイーブンであります。人間風車からね、はい、あれで諦めずにですね、もう一発フロントスープレックス、これが本命ですよ、やっぱりジャンボスープレックス鮮やかでしたね。あですね、はい、しかもね相手が実力のあるチャンピオンだけにね、うん、大技を2つ連発してとどめを刺したと、うん、もう本当に最高の作戦ですね。そうですね、最初からあれですね、最初のスープレックスでもう抑え込むというような体勢は微塵も見せませんでしたね。あですね、大技2連続によりまして完全に一本を返しました。しかも3本目を有利な体勢で迎えますジャンボ鶴田であります。両者ともにアマチュアレスリングの出身であります。瞬間的な動きに実に素晴らしいものを持っております。ジャック・ブリスコもアマチュアレスリングフットボールの世界から10万ドル近い契約金でプロレス入りを果たしておりますけれども、ジャンボ鶴田の方も自衛隊体育学校中央大学1年生の時に佐々木明義に指示いたしまして、アマレスをみっちり学んでおります。それ以後プロレス入りということで、はい、通ずるところがあるわけでありましょう。しかしチャンピオンはピンチ、チャレンジャーはチャンス、
星へのスタンピング、一つ一つにお客さんの歓声が飛びます。さあ鶴田、大金星を上げることができるか。ボディスラム、腰を叩きつけるジャック・ブリスコ、危ないピンチ、鶴田抑え込んだ、貫突、貫突、さあ山田さん、ちょっと鶴田としてもテキサス流ブランコバックフリーカーに持っていく鶴田、いいですね、荒馬固め、冷静に攻めてますよ。冷静ですか、ね、そうですか。だからといってですね、ここでスピードを緩めちゃダメですね。どん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 攻めながら、はい、しかもなおかつ冷静に作戦を組んでいかないとタイトルはなかなか取れませんからね。そうですね、さあ鶴田が果たして冷静であってくれればいいんでありますけれども、あまりの大きなチャンスにですね、やはり気持ちの上でこうなんて言いますか、何をしていいかわからないといったような、しかしね、先ほどからの攻め方を見ていると、はい、腰へのストンピング、そしてこのブロンコバックブリーカー、思い切って腰を攻めてるとかいいですね。そうですね、はい、ジャイアント馬場選手は言っておりました、経験を積ませるということで鶴田のチャレンジを申し込んでいたが、 NWA の許可を得てこんな嬉しいことはないと、勝敗にこだわらずにいい試合をし、試合内容によっては敗れてもまた挑戦させるかもしれないというようなことを言っておりましたけどもね、はい、その通りでしょうね、はい、もうこれはね、もう無欲でぶつかっていったね、結果はここまで1対1というところまで持ってきてると思うんですよね。それだけにこの3本目、はい、最も大事なのはこれからですね。そうですね、はい、今までまあ山田さん、このシリーズでですね、はい、ババ、レイス、ジュニア、デストロイヤーと、それぞれこのジャック・ブリスコに挑戦しているわけでありますけれども、はい、これほどやはりチャンスを迎えているということは少なかったんじゃないですかね。そうですね、はい、何しろね、ブリスコはね、好調そのもので、その4人の超強豪からね、うん、王座を守ってきていると、そのブリスコをこれだけやると、まあ、ちょっと信じられないようですね。完全に上に乗りましてフェイスロックに持っていく鶴田であります。チンロックに持っていく、ようやく腰を起こしました、ようやく起こした。ジャック・ブリスコは言っておりました、話題になっていることは知っている、鶴田というレスラーがこんなに素晴らしいとは思わなかった、数年前の自分を思い出すようなことがある、つまりしかし数年前の自分を思い出すということは負けないということにつながるんだと言ってありました。さあコブラツイストに入った、いい体勢でいい技が出ました、鶴田であります。この技はいいですね、この技はいいですよ、はい、またこれも腰を痛めますからね。そうですね、なんと同じ作戦ですね、はい、徹底的に腰への攻撃、あるいは脇腹への攻撃を持っていきます鶴田であります。鶴田の体がもう少し反りますとなおいいんでありますけれども、ブリスコもそうはさせない、はい、腰は強靭であります。ブリスコはね、体を下げてますね、はい、インディアン系独特の腰の強さを持っております。そしてそのまんまグランドコブラに持っていく。ブリスコもタフです。いや今もね、コブラツイストがかかった瞬間、意識的に自分の体をぐっと下げて、はい、体が反り返らないようにディフェンスを実にうまくやってますね。そうですね、はい、なんといってもそれは NWA の世界王座がかかってるんですから、はい、向こうもね、そう後に引かんです。まあ、ブリスコ自身3年前の自分とは絶対に違うことをリングの上で見せてやるというようなことをこう来日いたしました当初の記者会見で盛んに言っておりましたけれども、まあ、私たちはまざまざとその姿をこう見せつけられているような気がいたしますと同時に、ジャイアントババア PWF のチャンピオンである NWA がとにかく世界の最高峰のタイトルであるから、自分は3年前とジャイアントババアと立場も違うんだというようなことを言っておりましたけどもね、そのね、自信というものが彼のファイトにはっきり出てますね、うん、これは口ではねちょっと言えないような雰囲気なんですけれども、はい、もう行動とか表情とか全てのものにですね、そういったものがはっきり自信となって現れてますね。そうですね、はい、しかしこういった粘りのあるファイトになってまいりますと、ブリスコの得意とするいわばパターンであります。足の方はどうでありましょうか、この動きを見ておりますと左足の方は山田さんどうですか、左膝の方はだいぶ回復したようです、だいぶ回復したようですね、はい、はい、4の字がありますだけに怖い、これもいいですね、はい、ブリッジも見事でした、
そしてまたボディシザースもなかなかいいタイミングでチャンピオンに仕掛けております。現在のところでは6分4分ぐらいで鶴田の技の方があれじゃないですか、より効果的になってるんじゃないでしょうかね。そうなんですよ、一体ね、私まだ自分でも信じられないんですけどもね、これが一体鶴田君の作戦なのか無意識にやってるのか、もう全部の攻撃が腰につながってますね。そうですね、確かにそうですね、はい、これ全部技が違ってますね。しかもそうですね、これはね、はい、素晴らしい効果ですよ。なるほど、はい、手を変え品を変え角度を違えていずれも目標を 腰に置いております。焦点を腰に絞りましての鶴田の攻撃であります。しかしは山田さん、こういった力のある足合い、あっと動きが速くなってまいりました。巴で返した鶴田、やはりまだ腰は効いている。さあ鶴田が再びベアハッグから鶴田独特のフロントスープレックスに行くか、抱え上げた、抱え上げた、抱え上げた、ベアハッグの体勢、チャンピオンは相当腰が痛いんですね。腰が痛いでしょうね、はいはい、またもや腰に入った。チャンピオンの腰に太い腕をがっちりと巻きつけました。あたかもチャンピオンベルトを目指している鶴田をそのまま表しているような体勢であります。さあ腰の方はだいぶ痛めているようでありますけれども、逆に足がだいぶ回復してきましたね。そうですね、ブリスコは、はい、相当強いパンチと肘打ちですね、はい、鶴田といたしましても2本目3本目、あースープレックスの体勢に今度はチャンピオンが入った。そのまま抑え込む、あっとよく跳ねのけました、よく跳ねのけました。あれが怖いですね、もういつああいう大技を出されるかわからないですからね、はい、山田さん、ちょっと心配なのはですね、バックブリーカーに行きます。反対側からそのまま抑え込む、1本目はこれで敗れている鶴田、ダメか、あーっとよく右肩が上がりました。右肩をかろうじて視力を振り絞っての鶴田、今度は鶴田が持った、バックブリー、バックドロップ、バックドロップ、どうですか角度は。いやちょっとね、横行きですがかなり効いてますよ。効いている、ええ、ちょっと不完全のような感じがいたしましたね。さあ飛ぶ、回復力が速い鶴田。さあ両者を構えに真正面からぶつかり合いました。レフリーのマードックが数える、あと一発ですね。そうですね、もう一発欲しいです、はい、どちらかに大技が出れば、決め技が出れば、まさに両者ともに主力を尽くしましての一戦だけに相当のダメージであります。相当疲労困憊、あとは気力だけ。ドロップキック、あーっとこれが残念ながら、やはり鶴田も疲れてますね。そうですね、もう一発当てたい鶴田、もう一発、これも読まれた、鶴田の動きを読まれた。あ、後ろから抱える、逆に回す、決まったか、それをさらに決める、さらに決める、ああやられましたね。次ですか、さらに一発返されましたね。3分前8分58秒、鶴田残念、全く残念ですね。ジャックブリスコ2勝、逆回転エビのためいい体勢だったんですけどね、それをさらに返すあたり、このあたりが粘りのチャンピオン、タフなチャンピオンと言われるジャック・ブリスコですね。文字通りね、粘りのチャンピオンのね底力をまだまだと見せつけた土壇場。そうですね、まあ、あそこで返されては鶴田君としてもどうしようもなかったでしょうね、そうでしょうね、しかし残念ですね、はい、ブリスコは日本でこの行われました NWA チャンピオン